H-2C スプライト SH-2FH-2C スプライトは、アメリカ合衆国のカマンエアクラフトが開発した、小型の関西汎用対戦ヘリコプター。C スプライトは、まず、捜索救難やトンボ釣り航空救急、遮断観測、連絡輸送、偵察など、多岐にわたる任務を担当する、汎用ヘリコプターとして開発された。 試作機は1959年7月2日に発飛行し初期生産型である風に K1 は1962年12月18日に収益した。合計で88機が引き渡された。1963年6月4日には初の勘定文献隊がインディペンデンスに派遣されて勘定展開任務に入った。全員任務を省いて 電子機器を簡素化した昼間型として UH-2B も開発され、こちらは1963年8月8日にオールバニに環状分検体が派遣されて環状展開任務を開始した。合計で102機が引き渡された。これらはいずれもゼネラルエレクトリック T58 ターボシャフトエンジンを単発に配していたが、1964年7月より、 創発化に関する検討が着手された。これによって開発されたのが UH-2C で1967年8月から1970年末までに57機が引き渡された。また既存の UH-2A、B も創発化回収された。HH-2CUH-2C をもとにした救難機も開発された。まず機種仮面に M134 ミニガン1丁を搭載した HH-2C6 機が新造され、トンキンワン上のフリゲート艦上に展開した。また1969年には、既存の UH-2A、B からの回収によって、非武装型の HH-2D を製作することになり、1970年2月から1972年2月までに67機が回収された。 ノックス級フリーゲート、航空に着艦する SH-2F 海軍では、1963年より UH-2 の対戦線への転用の可能性を検討し始めていた。この時期、海軍のフリーゲートや駆逐艦、公用護衛艦の多くでは、無人ヘリコプターによって単魚雷を投射する QH-50 ダッシュを配備していたが、 本来ダッシュの独断上になるはずの遠距離域では母艦の単身技の探知精度低下に伴って攻撃精度が低下するという矛盾を抱えていた上に常に信頼性の問題を抱えており艦隊では不評だったこともあって1969年に運用を終了したこれを受けてダッシュ用の既存設備に多少手を加えれば搭載できる 程度の小型ヘリコプターの導入が計画された。1969年から1970年にかけてコンペティションが行われ、1970年10月、暫定作としてのランプスマーク I として HH2D10 機を SH2D に回収するよう発注され、1971年7月にはさらに10機が発注された。 SH-2D の初号機は1971年3月16日に初飛行し、同年12月7日には、早速、ベルナップに展開して、艦隊配備に入った。また1972年3月には、HH-2D をもとに、さらに強化した装備を搭載した一種マイナス 2E2 機が、試作され、ランプスマーク2と称された。 しかし、所要のコストに対して期待したほどの性能向上が得られないと判断されて量産には至らなかった。代わってマーク I の性能向上を図ることになり、1973年5月より改良型の SH-2F の引き渡しが開始された。その後、ヘリコプターを SH-60 に変更したマーク3が実用化されたものの、 こちらは、高価な上に大規模な航空偽装が必要となり、既存の艦での運用が難しかったため、マーク I の運用も並行して継続されることになった。また600隻艦隊構想に伴う需要増加もあって、1987年度からは SH-2F をもとに全面的な解説系を加えて、 性能強化を図った SH-2G スーパーシースプライトが開発された。ダッシュや同時期にイギリス海軍が配備していたマッチは文字通りに魚雷投射ヘリコプターであり、艦から指示された座標で魚雷を投下することしかできなかったのに対し、ランプスでは、アン、アスクマイナス81次期探知機、その V15 発といった対戦捜作センサーを備え、 母艦の単身技の探知精度が低下する遠距離域でも正確に攻撃を行うことができた。その部位は母艦の単身技を保管するパッシブ対戦線センサとして用いられており、その音響情報は母艦に転送されて処理される。これらの情報によって敵戦をある程度把握した後、マッドによって目標位置を極限し、マーク44。 または46単魚雷によって攻撃する。対戦戦以外にも、ランプスの名の通り、多目的に運用する計画で、対艦ミサイル防御や、母艦の艦対艦ミサイルの測定も想定されており、LN-66 レーダーやア AN、o 五5 4電波探知装置、マーク二25フレアマーカー8発が搭載されていた。これらの装備の多くは、固定翼消火機である。 P-2H の構成が踏襲された。また UH-2C のうち1機が NO-2C として回収され、サイドワインダーとスパロー3空対空ミサイルの搭載及び発射能力が付与されて、カリフォルニア州のポイントマグ射場で発射実験が行われた。ただしこれらの空対空ミサイルは標準的な装備には加えられなかった。 1973年、この機体は NHH-2D と解消され、ベアトラップ、ハープーンの実験機として用いられた。海軍の運用する H-2 は2機を残して SH-2F に改造され、また、1980年代に新たに59機の SH-2F が作られた。 SH-2F の最終期の納入は1986、会計年度だった。SH-2F は1993年10月に、実践から退いたが、ちょうど同じ頃に、 予備役に編入、または海外へ売却されたノックス級フリーゲートには、SH-2 の後継でより大きい SH-60 を搭載することができなかったため、SH-2F も生き残ることとなった。その後、上記の通り、1987年度からは、最終発達型である SH-2G スーパーースプライトも配備された。 アメリカ海軍においては2001年5月に予備役からも退役したが、退役した機体は再生された上で輸出され、エジプト海軍、ポーランド海軍、ニュージーランド海軍では今も現役に留まっている。1963年には UH-2A 改造の陸軍向け、軽攻撃ヘリコプター、トマホークが開発された。トマホークは、 本格的な攻撃ヘリコプターであるオフスが配備されるまでのつなぎのガンシップヘリコプターとして陸軍に提案されたが、R-1 コブラに敗れ、採用はならなかった。一方、1964年には UH-2A を改造した高速研究機が作られた。既存の T58 に加えて g y j 8 5ジェットエンジン1機を 右舷側に追加装備した複合ヘリコプターであった。回転翼機による水平方向の水力増大と高速飛行時の操作性、安定性を調査するための機体です。その後の複合ヘリコプターの開発研究に多大な貢献をなした。これら2機は海軍の機体番号をつけたまま陸軍で運用され、後者は後に海軍に返還された。ポーランド海軍のフリーゲート。 ゲネラウ・ケープアスきに搭載される SH2G、アメリカ、合衆国エジプト、オーストラリア、ニュージーランド、ペルー、ポーランド。ありがとうございます。